皆さんこんにちは、こんばんは、にゃんこです。一瞬お休みしちゃってすいません。実はフレームライズ開けたかったんだけど、結構届いたのがギリギリだったので、ちょっと間に合わないのと、お仕事忙しすぎてちょっといろいろ間に合わなかったので、一瞬お休みさせていただきました。今週からまた元気に頑張りたいと思います。はい、ということで本日はこちらのルセラフィモさんのジャパンのフレームライズ2023年に行われたルセラのライブツアーですね、のライブ DVD、 こちらブルーレイなんですけど発売されているので、本日は開けていきます。日本版はこのブルーレイ、初回限定ブルーレイバージョンしかにゃんこちょっと買ってないんですけど、結構これ1万円近くするのでね、きつくて。で、あと、なんとトレカがね、このライブ写真フォトカード、ライブ中の写真、トレカなんですけど、これがね、5人のメンバーの1枚ランダムってことで、もうちょんちょん引くの無謀すぎて諦めました。とうとう諦めた。っていうので、今回ブルーレイ版だけ1枚買ってるので、こちらを開けていきまーす。と、あと、実はずっと開けないで放置してたんですけど、このソウルコンのフレームライズ、もう実は買ってて、動画にするタイミングがなんかカムバカ重なりすぎてなくて、実はねまだ開けてないんですよ。開けてないので、今日ついでにねこれをちょっと一緒に見ていこうかと思います。あのソウルコンの方はトレカめちゃめちゃ入ってて、めっちゃ正直おすすめなんで、こっちの良さてか日本の運営さん、韓国の特典の良さを早く気づいてください、という動画にしていきたいと思います。それではレッツゴー。はい、じゃあまずね日本版から先に開けていくね。日本版でいい子はもうマジでこっち最初前半だけ見てください。にゃんこはアマゾンで予約してたので、こちらのスマホの何 IC ステッカーサイズ、 IC ステッカーですねがついてました。このうんちちゃんがツインテールのこの金髪の美女の時でもこの美女優勝してる、美女まだ出てない時に予約したんだけど、にゃんこクリアポスターとかあっても結構どこにしまおうってなっちゃうので、今回 Amazon さんが結構ね、このトレカサイズでコンパクトだったんで、ちっちゃいのがいいなと思って Amazon で購入したんですけど、うんちが可愛いです。はい、それではこちらブルーレイ開けていきたいと思います。表はこの背景、影でめっちゃシルエットでかっこいい感じになってる。裏はね、こちらメンバーのフィアレスだよね、絶対違う、わかんないやつです。で、セトリはこんな感じになってますね。収録されてるのは代々木公園、8月31日の代々木公園になってます。はい、じゃあ開けていきましょう。じゃじゃん。で、横にこんな感じで引き出すタイプになって、結構ケースはハードで良きです。で、こんな感じで2つ入ってました。まず後ろ側に入ってたこのブックレットから見ようかな。ひゃー、びしゅい、ひゃー、びしゅいよ、やだー。はい、このね、うんちの金髪ツインテールの公演となっております。可愛い感じも似合うルセラちゃん。チャオさんのアップスタイルめっちゃ可愛くてよかった。こんな感じですね。可愛いです。ファンコール。はい、という感じのお写真がいっぱい入ったブックレットが入ってます。それからここに多分 DVD が入ってるんですけど、ここに多分特典やら、特典かトレカやらも入ってると思われる。キャー、見えちゃう、見えちゃう。見ないように隠しました。で、こんな感じでディスク1とディスク2は黒のフレームライズなんで炎の絵になってますね。めちゃめちゃかっこいい感じで良きです。そしてトレカーを最後にしたくて、これはね共通で入ってます、メンバー5人分のやつ。あとポスター、ポスターから見ていこう。ポスターはこんな感じで横向きですね。あ、いいね、横長いい感じの横長のポスターがバージョンにはついてます。で、次これはニエルのフォトカードらしい、これは5メンバーセットです。めっちゃ可愛い、お嬢様なんだけどマジで可愛いな。さくちゃん、ゆんじん、かじさん、うち可愛いな。まだね、まだちょっとあどけなさの残るうんちさん可愛いという感じのニエル版フォトカードがついてます。ステッカーですね。これで、DVD バージョンだとこの黒と白の色が逆なはずです。かわいい。はい、というのが日本のブルーレイでした。はい、でここからはねソウルコンの方も開けていきたいと思います。わー、ようやくやし、マジで何ヶ月前に届いてるんよって感じだし、こんなね分厚いんですよ。ちなみに私はこれ VVERSE グローバルで買ってて、
感あって最高マジで。かわいい。こちらがウィーバースグローバルの特典です。で、これがショールコン。これどっから開けるの？あ、横でした。パカッ。マグネットがついてる感じですね。おお、すげえ。なんか両側に見たいのがいっぱいあるんだけど、まずこっち。で、シェアのロゴの封筒の中に。こんな感じで。ライブのロゴが。これすごいよね。燃えた紙みたいになってる。入った。紙が入ってました。かわいいっす。ソルコンの方はランダムとかないので、安心して見れるのよ。で、見て見て。しかもこれめっちゃマッチ箱になってるんじゃない？すげえ、ほら、ここ、あのマッチのシュッ、シュッってやるやつみたいになってる。の中に、これはいつものまたあれです。データ、見るやつ。ルセラあるある。このね、ここについてる QR コードで、データを読み込んでみるやつなんですけど、安定のかわいい感じのキーホルダーになってる。それとこっちもなんかあれですね、燃え残りの紙みたいに加工されてます。おしゃれー、おしゃれー、おしゃれすぎる。マッチが、はい。で、この下にじゃじゃーん、いろいろ入ってます。これがトレカ、あ、出てみますね。トレカが2種類入ってます。で、これはダイアリー、みんながっつり黒髪の時だ。可愛すぎる。てか懐かしいな、あのビジュは。どこがダイアリーなのかと思ったけど、あれだね、メンバーのコンサートに対するメッセージみたいなのが書いてます。可愛いね。で、あとこれ、これなんだろう、さっきのニエルバーホットみたいな感じだ。さくちゃんの青髪マジで懐かしいな。うんちゃんの金髪もめっちゃ懐かしいし、さっきのニエルバーホト的なやつですね、これは。で、一番下にちょっと取り出しにくいんですけど、めっちゃ肉厚のブックレットが入ってました。ソウルコンのブックレットです。衣装とかはね、日本のツアーとも変わってないので同じ感じだけど、髪型がちょっと違うかな。こっちのがすごいボリューミーですね。かわいい。あ、すごい、コンセプトフォトの撮影風景も載ってる。はい、めちゃめちゃ盛りだくさんでした。やっぱね、韓国のやつおしゃれなんよ。まず日本の運営も見習ってくれ。はい、で、最後にこのお待ちかねのトレカを見ていきます。どっちから見ようか。白から行く。白から見ます。じゃじゃーん。はい、かわいい。ゼオンさん、かわいい。貴重なサクちゃんもこの青髪のトレカ。うんちゃんめっちゃかわいいんやけど。かわいいですね、このしっかり5枚セットでランダムじゃなく入ってる。ありがたい。なんかアジアツアーだったあの頃からはすごい信じられないくらいでっかくなりましたよね。もうマジでほんと信じられないわ。はい、ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。初めて来たよって方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。そしていつも来てくださる皆様もいいねボタンとあとコメントでオタクトークしましょうね。